1> 1 20分の1の値段でこの S30 は百数十万円する天体望遠鏡のシステムとほぼ同じぐらいのねバラ線ンを取れるっていうのにびっくり仰天ですねこんにちはスミヤです今日はシースター S30 のねファーストライトについてです昨日の夜星空ライブをやりながらこの シスター S30 でね撮影をして配信をしていました素晴らしい写真が撮れましたよシスター S30 は S50 より口径が小さいんですけれども性能はね S50 に勝るとも劣らないぐらい素晴らしい映像が撮れます特にね昨日はバラ星雲を最後に撮っていたんですけれども めちゃくちゃゃく綺麗に撮れました、ね、でシースター S50 でもモザイク機能フレーミング機能を使えばねバラ星雲時間かければ入るんですけれども S30 はねその必要ありませんフレーミング機能モザイク機能を使わずにノーマルの画角でちゃんとねバラ星雲がしっかり写ってくれるとしかもね 非常に赤い色が鮮やかにできる明るさコントラスト彩度を調整するとですねセンサーの違いなのかもしれませんが非常にねくっきりと赤い色が出てくれるんですねそして AI ノイズリダクション AI ノイズ除去をやるとねさらに高画質になるということでびっくり仰天ですね。もははやね、スマート望遠鏡はこの シースター s 3 0が標準になるんじゃないかと思うぐらい素晴らしい出来でした S50 より光景が小さいので解像度が落落ちちるかと思ったら全然落ちてませんもちろんセンサーサイズは200万画素ぐらいで S50 と同じですからそんなにね差がないとは思っていたんですがやはりね広い範囲を撮るので細かな穴は 別に気にしなくても天体観測を楽しめるという点ではねこのシースター S30 がスマート望遠協会を今後もリードしていく超おすすめ望遠鏡に仕上がっていると思います。完成度が非常に高いです、はい、です S50 ね 2週間に1回とか1ヶ月に1回とかアップデートが来ていたものが全部ねそのまま最初から S30 に入ってるんですからこれはね完成度が高いのは当たり前といえば当たり前なんですけれども特にねノイズ除去とか撮影した画像のね画像処理とかそういうのがね本当に秀逸にできているというふうに思います。 S50 を考えてる人持ってる人も S30 買うとねびっくりすると思います。口径小さいからね画質が落ちるんだろうなと思っていたら全然そんなことありませんね。センサーが新しいということもありそしてそのセンサーに合わせたいろんなアルゴリズムが最適化されているという印象を受けましたね。 C スター S30 でで撮るのが一番のが番おす,すめですね私が持っている AM5 赤道儀の上に乗っているシャープスター 130HNT 強盗そしてそこに ASI2600MC プロを使ってさらにはオプトロンの F2 に対応したですね郊外カットフィルターまで含めるとね 百何十万円もする望遠鏡で撮ったバラ星雲とほとんど同じぐらいの綺麗さでねのバラ星雲が見れるっていうのは驚きでしたねはい、なんとね二十分の一の値段でこの S30 は百数十万円する天体望遠鏡のシステムとほぼ同じぐらいのねバラ星雲を撮れるっていうのに びっくり仰天ですね S50 を超えたね S30 の威力皆さんぜひね試してみてくださいこの後ね実際に昨日ライブ配信でやっていたダイジェスト版を紹介しますのでぜひご覧ください最初はねスバルプレアデス星団を取っていたんですね S50 だとどうしてもねギリギリなんですけれどもかなり余裕を持って映るっていうまあ、これで一つね 大きな喜びがありましたそれからその後ねアンドロメダ銀河を撮ったんですがやはりねアンドロメダ銀河も S50 ではね中心部しか映らないんですがフレーミング機能を使えばね無理無理映るんですけれども時間がかかるしねなかなかあの画像処理的に厳しかったんですが S30 ならねアンドロメダ銀河がね斜めに入ってくる時に撮影すればほぼ全部が入るって。 いう感じになります、ねはいまあドン・アフ3はね赤道儀モードで撮るとちょうど斜め45度ぐらいになるんですけれども左右余裕があるぐらいで映るんですけれども S30 はねギギリギリいいいいっぱい入るぐらいかなという感じです、まあ、撮影時間によってはね、えー、少し端っこが切れるっていう嫌いはあるんですけれども一応ね S50 で撮れなかったアンドロメダ銀河を撮りたいんなら S30 です。 その後オリオン大星雲を取ったのかなオリオンの失われた宝石それからランニングマン星雲も写ってねいわゆる小ミツボが全部入るぐらいの画角でちょうど入ってくれているので非常にね使い勝手がいいなというふうに思いましたやはりね天体観測って小さなものをクローズアップして見るっていうのも楽しいんですけれどもいろんな星雲星団がいくつか入ってねその 並び方とかねそういうのを楽しむっていう方法もあると思いますのでぜひねそういう使い方をしたいのであれば S50 ではなくて S30 の方がおすすめかもしれませんね S30 の方がセンサーが新しい分発色がいいというかそういう印象を受けましたねシスター S50 でバラセンをねモザイクで撮影してないのでちょっと比較しにくいんですけれども撮影した取手出しの 映像だけでね比べるとやはりね発色の綺麗さは S30 は群を抜いているような感じです私が持っている百数十万円のシステムに負けないぐらいのね綺麗さでバラ星雲が取れますのでこれはすごいことですよね本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさよならチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますえい Eight, eight, eight.